かなんとなく治ったというか、お茶飲んだりご飯食べたりしたから、まあ多分今潤ってるんだろうけど、ヌダスプレーね、今日さ、そもそも結構朝早くに私自主練行ったから買えなくて、どこにも買えなくて、で帰りもちょっとそう寄れなかったの。そうだから結局変えてないんだよ。ただ家にさ、ベンザブロックだっけ、喉とかのやつ、お薬っぽいのがあったから、それ飲んでマスクしてもう加湿して寝ます。あとあのイソジンそう風邪薬、いやなんか喉の痛みとかもあるからさ、蜂蜜ない、あれしかない、あのシロップみたいなやつしかない。そう、生姜もないな、生姜チューブしかないな。生姜チューブお湯に溶かしてなんかレモン汁とか入れたら美味しいんかな。そう、5本5本ってなっちゃう。マヌカハニーわー、そうじゃん、わ、後で買いに行こっかな、コンビニ、時間遅いけど。買った方がいいんでも、あの甘露の梅のど飴ならあるんですけど、そう、トローチはないな。とりあえずまあ今日はシンポジ頑張りました、イエーイ。でも全然なんか正直ね、別にシンポジはあんまりなんか心配じゃなかったかも。どっちかというと側転の方がまあできなかったんですけど全然側転ってむずくね、なんか想像以上にできてなすすぎて、自分が笑ってしまったよね。いやなんか意外と、じゃ実はちゃんと練習してたんですよ。側転どうしたらいいと思う、あれ側転でもみんなできる、側転できないでしょ、そんな言わないでよ、アイドルだからって側転できるとは限んないからね。頑張ってたんだよ、あれでもリナの中ではすごい頑張った方なんだけど、でも側転できなかったよね。難しくない？部活でしなかった、無理くない？側転めっちゃ手首痛いのよ。そうマネージャーさんに最後の最後までいやできないかもみたいな、もしできなかった場合前転とかでもいいって言って、前回りでもいいって。いや私そもそも体が硬いんですよ、足が90度にしか開かないのに側転できるわけなくないって思わん？そう足が90度しか開かないの、開脚だからさ無理じゃね。いや運動は苦手じゃないの、私運動は意外とできんのよ実は。なぜに引き受けた、違うポジションやからよ、しゃあないやないかポジションやからな。いや違う、だから YouTube で調べてんの、いっぱい調べたのよ、その
なんていうの、なんていうの、あ、そう、側転、初心者、上手に、まあ、そもそも私高所恐怖症とかもあるから、高所じゃないんだけど、そのジェットコースターとか無理だし、私そのひっくり返るのがそもそも無理だから、天と地が逆になるのが無理だから怖いんだよね、恐怖心。ケイシさんが言ってたんですよ、もともとは。本当に尊敬するね、もうあれでも尊敬してほしいわ。コッペが持ってきてくれたシフォンケーキを私は食べる。コッペのファミリーありがとう、食べます。あ、うまい、私シフォンケーキ大好きなの。それなのになんで、だからやんなきゃいけないんだってポジションだから、そこ。かっこよかったよ、ありがとう。君しか味方がいないよ。うまっ。作れないの？いや全然作れる、ただ作るのめんどくさい。たまにだから作る、私シフォンケーキってさ、そんないっぱい売ってないじゃん、いろんなとこにさ、しかもふわふわのケーキ屋さんみたいなの、次自分で作るよ。大人になってまさか側転するとはね、ほんと頑張りますよ。なんていう曲、100年先でもの2番サビ終わり、かりんとうまんじゅう、うちのセブン、うちのカワンセブンって、え、売ってるよ、グッチーさん、大吉、お、大吉じゃん、ありがとう。てこちゃん、今日はありがとう。うん、うん、うん、ふやさんやればできる子だから頑張ってね。うん、頑張るよ、練習はするよ、もちろん。このままじゃやばいとは思ってます。得点失敗、私の中で成功なんだって、あれ一応ギリ成功なのよ。まさみやさん、おお、中吉ありがとうございます。よかったね、中吉で。りのちゃんがどう、すだん最悪、絶対りのかいじられるじゃん。じゃ次がさ生誕じゃん、生誕までにちょっとなんとか頑張るしかないよね。久米子の死んでりのちゃん自身は花とか気になる、いや別にいいかなと思ってる、しゃあなくない、だってそれ気にしてたら多分久米子さん私の写真一枚も載せれなくなっちゃうから、別にいいかな。
大きいもの食べるの似合うね。ありがとう。皆さん気づきました？私今日はメイクを変えたのですわよ。いつもと全然違うメイクをしてるんですわよ。アイシャドウの色が超絶薄くなってるんですわよ。気づきました？平坦でも側転するの、まあ、今日と同じポジションだったらするよ。気づいてないのみんな。何人か気づいてるっぽいけど、そんなにポジションって変わる？いや変わんないと思う基本的には。ただ一応公演前にどのポジションするとは言っちゃいダメじゃん。一応ネタバレみたいになっちゃうから。リップの色が落ちちゃった今日。うん、長次郎さんめちゃ可愛い、ありがとうございます。 HKT 上越おじさん、エンジェルコマンありがとうございます。髪型はみんなと被らないようにしました、大人っぽいのに。でも今日はメイクをこういうなんか薄いなんか韓国アイドルとかがやってるようなこう薄メイクみたいなのを私もなんかやってみたいなと思ってやってみた。白編み込み、いやねじりだねこれは。ほらあんだけ自主練習してる。いやでもさ進歩時とは一応書いてないじゃんメールに。自主練してます。そう、そして4時起き寝な、早く寝て頼む、早く寝てくれ。明日は何にしようかな。そうだからみんなさあのその DM そのストーリーの返事でさ、なんかあのなんか生誕に向けてギターの練習ですねみたいな。ギターだったら手首じゃなくて指が痛くなるんじゃないかなと思ったんだけど、それはどうなの？私は側転の練習をしてたのよ。めちゃのギターすごい。ギターできないもん。全然やったことないし。そう。スナップを聞かせて、確かに、まあまあまあ。間違ってはないけど、ギターじゃないです、側転です。側転を頑張ってました。もうずっと練習してたの、無理だった。そもそもだって私その倒立ができないの。なんていうの、壁にさ倒立あるじゃん、あれ私できないのよ。ひっくり返るのが無理なの、本当に怖くて。だからまあそれができないからさ、もう側転絶対できなくないっていう、まずね。練習の様子を見たメンバーに何か言われた。とりあえず落ちないでねって言われたの。とりあえず落ちなきゃ大丈夫だよって。あ、そう、逆立ちできないの。壁にこう足立てかける逆立ちもできないの。はっ、あ、くしゃみ、なんか出そう。なあ、これ最近咳なのかなんかさ、くしゃみなのか分かんなくなってきた。あ、そう、体操系苦手かも。うん、昔から私あんまりマット運動とか得意じゃなかったもん。あるじゃん、よくさ前転、開脚前転とかさ、私ダメだったのあれ。よっしゃ、WP で大丈夫。マイコムさん鼻声じゃん。そう、え、なんかちょっと喜んでる、もしかして。ニコニコしてますけど。後ろ回り、あ、できなかった、後ろ回りできなかった。私もうん。
うん壁と人だとどっちが倒立できそう。なんかね、小学校の時のさ組体操でやったことはあるよ。なんていうの、倒立する側やったことあるけど、けどそれももう前、その持つ側の手が必死に私の足をブンって上に上げてくれてたから、そう支えがないからさ、チャリめちゃくちゃ、私チャリ超得意、私チャリめちゃくちゃ得意よ、知ってた？何言ってんの、私中高3年間チャリ通学だったんだから、めっちゃ得意よチャリ。跳び箱で前転して失敗して、跳び箱で前転って何、怖すぎ。いやそもそもだが、だからね、まず第一段階って、私その逆立ちができないから、逆立ちができない、開脚ができない時点で教えてもらうまでの過程に至ってないの。聞いてもまず多分できないの、その走行がまずできないから。ヘルメットかぶってた、中学の時はかぶんなきゃいけなかった。高校は確か、あどっちだっけ、高校はなかった気がする、私の時代はね。でも多分今はかぶんなきゃいけないでしょ、中高どっちも。あ、機械体操、機械体操か自転車今も乗るあ、やばい死んだチャリチャリ乗る、チャリチャリ大好き そう、あ、努力義務出た、努力義務、そう。これ前の時の柔軟、どこを充電してる？ね、アキレス、アキレス、アキレス、あと最近は肩があれだから肩。配信控えた方が、配信はしたいじゃん。喋ってたらさ、いきなりこうガサガサガサって、今別に痛くはないんだよ、痛くはないんだけど、今はね、その歌うとさすがに、ずっと歌ってると痛かったけど、今日終わったぐらいは。まだ肩甲骨痛い、ちょっと収まった。アイシャドウ明日買おうかな、今日はね、メイクさんのね、やつを借りたの。でもいい感じじゃない、結構薄めだけど。私多分だけど、奥目だから、目がちょっと奥に入ってるタイプの人だから、あんまり濃いの塗っちゃうと、もしかしたらだけど、逆にそれがこうブンってなって、なんか殴られたみたいな感じになってそうで、それならなんか薄い方がいいかなとか思ったけど。好きな人にしても上達するよ。あ、なんかさっきリコピさんのコメントしたね、リコピさん教えてくれるかな。もう加湿祭りだね今日。でもやっぱポジションがちょっと上がったから、今まで全然見える景色が違います。今でも本当に3列目ばっかりだったから、本当にずっと3列目3列目みたいな、なんか前、もはや前の人から見えてんのかなっていうレベルだったけど、でもなんかちょっとポジションやっぱ上がったおかげで見えるようになりましたね。ガッサン、エンジェルクマありがとうございます。最近体調悪さげ、あ悪くないよ、全然悪くはないよ。カトレアのあれなくなった、カトレアのキラキラキラ
それがキラキラ耐久になったんですよ。キラキラ今まで2番ぐらいでやってたのが、私0番でキラキラキラ言う人になりました。そう、でも結構本当に見やすい場所になりました、前のポジションより。まあでも前のポジションは前のポジションですごいいいとこもいっぱいあったし、私にとって結構大切なポジションではあるんですけど、でもやっぱ前に行く回数が増えましたね、圧倒的に。前の振り参考、前の振り参考にしてないよ私。でもさ、昨日さ配信でさ、ゆっくり喋ってたじゃん。でそれに伴ってさ、ちょっとこう声のトーンもさ低かったのよ。そしたらさ、まとめサイトかなんかにさ、クイナちゃん今日元気ないって書かれてた。元気ないわけじゃないんだよね。元気ないわけじゃないの、ただゆっくり喋ってみただけなのよ。で今日はちょっと喉が怖いからちっちゃい声で。でも私さ、昨日のそのまとめでさ、めっちゃ悩んだのがさ、なんかその、まあその生誕、みんなが配信でさ、生誕あとどのくらいで埋まるみたいなことを軽く言ったらさ、こうなんかクリナが自分の、クリナが自分のこと過大評価してるって言ったやつ誰だみたいな、埋まるぞみたいな書いてて、なんか私ってちょっとでもポジティブなこと言ったりとか、こう自信ありますみたいなこと言ったら全部過大評価って言われちゃうのかなと思って。まとめサイトでもそんななんかごちゃんまではいかないですけど、まあ、ちょっと軽くは見ますよね。でさ、多分これでさ、ネガティブなこと言ったら絶対それはそれでさ、お前はネガティブだからこれ上に行けないんだって言われるじゃん。でこれで私はそこで思った、配信で多分これを愚痴ったら次はアンチを流せないなんてどうたらこうたらだって次は言われるんだろう。もういや、なんか確かに私も結構過大評価自分のこと、まあ、しちゃうこともあるけど、でもあれ私なりのポジティブなのよ、私なりのね。だからそんな言われちゃったら一生ネガティブなまんまだよ。ポジティブになれって言われるからちょっとこう自信持ってたとことかをさ、こう言うとさ、だから多分結局あれなんだろうね、そういう人って私が選抜入れなくて泣いてた配信とか見て、入れるわけねえだろみたいな、なんでお前が入れると思っとんねん、絶対書き込んでるタイプの人ですよね。そうでめっちゃ思って、なんか久しぶりにコメントで落ち込んだ、あーみたいな、なんかそういう風に書かれるんだみたいな、へーって、そうかそうかっていう。まあいいんですけどね、確かにね、課題評価かもね、別にダンスもできないしね、歌もできないしね、側転もできないしね、側転すらできないからね、そらね、そうだよね、課題評価だよね。まあでもっていうのを見て、久しぶりに私落ち込んだコメントでマジで、あーみたいな、で私はどうしたらいいんだろうみたいな。今日の側転はさ、なんかでもさ、側転さもうやった後さ、でもひどいってなんか分かってるからこそさ、なんかもうファンの人の顔見れないんだけど、逆に私前の方にいるファンの人、自分のファンの人にこれダメだっていう顔で笑っちゃったもん、逆にね。ピンブルさんはクルタツタワーありがとうございます、イエイ、ありがとう。タワー投げてくれたの初、名前を変えただけとかそんなんじゃないの、ありがとう。
測定いじ、いやいいのよ、いいのよ、いじるのは全然いいの、むしろご飯もはやいじってほしい。逆になんかこう、もう全然できてたみたいな、いやもうクリノができてた、もう一番上手とか、そういう方逆に来ます、逆に来ます。桃鉄のゲーム配信見ましたかもしれない、ありがとうございます。そうだから頑張る、とりあえず測定は一旦あなんていうの、逆立ちから頑張っています。そのね、行くのにとかエレタにっていうコメントいっぱいありますけど、まず教えてもらう前段階なんですよ。まずそっからとかじゃないの、多分できる人に教えてもらうとかじゃないレベルなのよ多分まだ。あきゅうさんなんでできるのって言ったら、刺し子とソレイユかなんかでやったっぽくて、それでなんかできるんだよねって、ああそういうことみたいな、すごいですねやっぱつって。だからとりあえず測定に関してはできる人にまず教えてもらう段階じゃないので、一旦頑張るよ。一旦またこう足曲げないように、いや違うよ、あれ私の中で足曲げてないのよ。やばいよね。自分でも分かってる、やばいよね。まあでもだからいつか来るかもしれない、ここでの千秋楽でも、もしかしたら私足をピーンってまっすぐやって綺麗なね測定をやってるかもしれないですからね。そういつかできるかもしれないですから、まあ、それまでなんとちょっとずつ頑張りますよ。うまくやったなって雰囲気大事だよね、雰囲気ってマジで大事だよね、雰囲気作りだよね。分かった、じゃあこれからこうなんかスンってスンって顔でやるわ、スンってした声。測定アクスな、測定アクスな。でもさ、そう、もう一個思ったのがさ、こう測定するじゃん。今までさ、秋吉さんって多分観客側に、観客で客席に多分背を向けて回ってたんだよね。ただ私の回るのってできなくて、そっち側が、私多分こっちじゃないといけないのよ。秋吉さんとかこう言ってたんだけど、私はこうじゃないとできなくて。恥ずかしいよね。みんなの方向いて側転するっていう。ごめんね、白目とか向いてたら今後。ゆりちゃんが、あ、そう、いおりに、いおり側転って、つって。そしたらいおりが、任せて、私の側転見たら絶対になっち元気出るから、つって。よりに側転やってもらって、より側転もはや回ることする、私は回るのはできるんですよ。ただ足が伸びないだけで回ることはできるの一応ね。よりはまず回れないから、仲間だねっつって。舞台から、そう、舞台から落ちない、もう落ちたら落ちたでもね、 HKT の黒歴史ネタとして消化するよ私は。仲間でした。そう、頑張るよ。あとなんだっけ、なんか話そうとしてたんだよね、みんなに。あ、別にそんな大した話じゃないんだけど、普通になんかこの配信の話題としてなんか話そうとしたんだけど、なんだったかな。最善の人、確かに最善の人落ちた時はとりあえずちょっと怪我しないようにだけ受け止めてくれん。それだけちょっと頼むわ。これ元に、あ、戻った戻った、ちょっと戻った。じゃあもう私がもしステージから側転のまま落ちたら、みんなでそのまま胴上げでこう後ろにどんどんこう回してって、私をフェスみたいに。こうやってこうやって、マットになります。そうね、みんなでマットになってくれ私の。そう、みんなで運んで。それでいいか。
大丈夫、ちゃんとステージに最後戻してくれれば大丈夫だから。メンバーさんとできないのか、仕方ないよ。私は助けるために触ったなら仕方がない。ただ触る場所によってはリナからのグーパンが飛んできます。まあでも頑張りますよ。ちゃんと頑張りますよ。練習、いや実はあそこであんま練習してないって言いましたけど、ちゃんと一応したからね。練習練習してあれです、はい。練習してあれです、あの一応ちょっとはやってます。ちゃんと1日2日なわけじゃないです。あの4日か5日ぐらいやりました。正月にちょっとやりました。一人でやばい、足がめっちゃ重たい。すっくんの足が重たい。なちゃんの成長記録。でもただ本当にさ、手首がさ、私手首結構細いんですよ。どうやったら分かるか分かんないけど、私手首結構細めなんですよね。自分であんま言いたくないけど、ほら余るぐらい指が。だからさ、痛えのよ、痛えの。なんのこの体重をこの手首で支えるのは無理。ヤスプッチンさん、ファイトいっぱいありがとうございます。練習前もっとできない、いやほぼできなかった、もっとできなかった。いやてか今もできてないからね。だからさ、あのよくあるさ、あの例えばだけどこうテニスラケットとかさの片手でこうテニスやった時とかさ、あとこうバレーボール、バレーボールを一生サーブし続けた時みたいな、手のジン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 ってなってたじゃん。あれなってた、開演前まで。体重 X ですか。教えません、恥ずかしい。もっと軽くなったら教えてあげるね。刻み側転が、いやあの曲ではまださ側転やってなかったからネタバレになっちゃうじゃん。ダメなの。なんか弟から最速ラインが来たんだけど、いやなんか高そうな、うわダニエル・バリントン、もしかして弟から、弟がなんか最近アクセサリーが欲しいらしくて、なんか買ってっつって、なんかめっちゃ来るんだよね。えこれいくら、しかもいくらか載ってねえし、怖すぎ。支払い、違う違う、詳細、詳細に、え乗ってない詳細に、どこに値段乗ってる、これかな、これと一緒かな。あったあったあった、6300円、6300円のリングを私が弟に買ってあげなきゃいけないの。え高くねって言うから、6300円、絶妙じゃないなんかね。H はポジション変動ないのに、ケファミクリ抜けただけで8人ポジション変わる。ね、そもそもまずミクリンさんのとこは今までマーさんが入ったか、マーさんが入るじゃん。そのマーさんのところに今まで入ってたのがヒーローとかだったんだけど、そこにザワがスライドして、でそのモカさんのとこにザワが今まで入ってたんだけど、そこに秋吉さんが入って、
でその秋代さんのとこ私が入って、私のとこにまずカレンレンが入るじゃん。でそのムカさんのとこに誰も入ってない時にザワがマルさんのとこ行ってたじゃん。マルさんのとこにサーちゃんが入って、でリサキがワカナのとこ入って、でココッペがイオリンとこ入って、でまあハンちゃんいつも通りのミヤビンとこかな。まあそのなんていうの、ポジションって序列、まあ、序列で言い方したらあれなんだけど、もちろんそのねダンスうまい下手苦手とかもあるからさ、そのまあそこに見合ったポジションっていうのももちろんあるんだけど、それ以外にもその人のもともとやってたその人のキャラの人、キャラと似たような人とか、例えば結構そのありがちなんて次世代ポジションみたいな、まあ、だからそのセンターとかではないけど結構その別にこうな序列順に並べられたらめっちゃいい場所いい順番にいるわけじゃないけど、でも実際公演のポジションは結構いいとこにいますみたいなのって結構あるのよ。そこにこうなんか若手の今後こうなんていうの、今後のこうなんていうんですかね、次世代としてこう担っていってほしい人が入ったりするポジションとかもちろんあるしっていう感じかな。そうだから一概にも全部序列とかその年功序列とかダンスの歌うダンス歌うまい下手とかじゃなくて、まあそういうこうちょっともともとやってた人のキャラに近い人とか、そう、その人のポジションが似合う人とかもいろいろ含まれてるから、まあ一人が抜けたからといって絶対そこを一人で埋めればいいわけでもないし、そうね、ココとかはだから葵さんとか入ったじゃん。もうもちろんそのココはねダンスとかもすごい上手だから結構そのね目立つポジションではあるけど、さらにそのダンスとかでやっぱこうなんていうの、葵さんからのこう意思を受け継ぐじゃないけど、やっぱリトジャムとかで結構こうね一緒にやってたからっていうのもあって、あの葵さんがやってたポジションに入るみたいな、そう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 、誰かポジションマネージャーさんですね、それは。だから分かんないけど、私は秋吉さんのとこってことはあのユニット MC を頑張れってことかもしれないですね。そう、なちゃんの衣装誰が着てた、カレンレンが入ってます今回は。まあそれはどういうあれか分かんないですけど、正直今回昇格してきた子たちのがなんでここのポジションに誰々がどうで入ったとかちょっと正直あんま分かんないけど、そこはまたバニー枠、そうですねバニー枠です。楽しい子ありがとうございました。 ありがとうございました。そう、そう、まあ、それで側転が来ちゃった、まあ、その側転はどっちかというとこうプラスっていうかなんていうのおまけみたいなもんですけど、正直まあそうね、バランスとかあるね、いろんなバランスを考えた結果こうなりました。そうだからさ、リセット公演出た時もさ、ジーナさんとリコピさんが卒業した時にさ、私がリコピさんとこジーナさんとこにリノが入ったじゃん。まあなんとなくさ逆っぽい感じはしないじゃん。どっちかって当て込むならそこ2人がこうそこに当て込まれるじゃん。私はリコピさんのとこみたいな、でリノはジーナさんとこ、なんとなくわかるじゃん、そんな感じ。そうウェーブ一生レディオネームウェーブやってんだけど、私煽りが今回私になりましたけど、秋吉さんのポジションで私の一生私このレディオネーム最後ウェーブする人なんだけど、キラキラとウェーブはもう変わんないよ。側転チアでやってない、私やってなかったの。やってた子もいたんだけど私はやらない人だったから、後ろで
膝に人を乗せてました。今度生誕に向けてね、久しぶりに松葉するの。可愛くなっちゃうの。キラキラ残って、そう結構ねお話し会でも言われた。キラキラ、まあ、もし昇格してきてポジション変わったらキラキラがなくなっちゃうかもしれないのが悲しいみたいな結構言われたんですけど、キラキラのままだし、なんならキラキラ隊長になったんですよね。そうベーブ。逆からになった。でも嬉しかったのはここ点のサビが1サビ2サビどっちも0番にいるんだよね、真ん中。あとあのカトレアの一番最後アウトロ、タタン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 、これが0番の真ん中で終われること、一番前の嬉しかったね。そうなんかね、リボンなんて似合わないのさ、なんていうの、こう今までサビが全部3列目だったんですよ。今回どっちも2列目なんですけど、1サビ2サビなんだけど全部 3列目だったから、しかも結構こう人と被りな感じの3列目だったの。なんかさ、どんなにリボンなんてさ結構こう元気な曲だからさ、元気に踊れば踊るほどいいじゃないですか。でも3列目だから元気に踊っても見えてないんじゃないかなとか思ってましたけど、でも2列目になったのでこう元気に踊ったらより見えるのかなと思って嬉しくなりました。でもファンの人は見てくれてるから、でもなんか定点とか見ながら今回その勢いさんとか覚えたりもしたんですけど、なんだろう、でも思いました。確かに自分のダンスの元気さが足りなかったのかもしれないけど、やっぱ結構その斜めから真ん中から撮ってるじゃん定点って。だからさ、ちょっとさ斜めの人とさ被ってるじゃん自分が、全く見えなくて、自分がたまにちょっと腕とかがピョローンって見えるぐらいで全然姿形が見えなくて、あーこんなにも見えなかったんだみたいな、こんなに自分的にはめっちゃ元気に踊ってなんでファンの人見てくれないんだろうと思ってたけど、こんなにも見えないのかっていうのも結構痛感したので、まあ、もっと頑張らなきゃいけないことではあるんだけどね、自分のダンスが。ただやっぱポジションってやっぱ本当に大事だなと思いました。見つけてもらうのもやっぱポジション、なんかその自分の努力ももちろんあるよ、もちろんあるんだけど、でもだけじゃないんだなってやっぱ思っちゃいましたね。だってかぶってて見えてなかったんだもん、人自体が。でもていうとね、今私のポジションやってくれてるね、これに失礼になっちゃうからあれだけど、でもポジションはポジション、私のポジションはポジションでいいとこもあるから、カトレアで2サビ0番 0.5 とかで踊れるし、真ん中の方で、しかも前の方でね。すごいいいとこもあるから、でもそれはそれでね、全部が全部悪いっていうわけじゃないんだけど、でもやっぱ、頑張ろうと思いました。いいポジションになった分、私なんか定点見てたらやっぱあここ変だなっていうのがやっぱあるんですよ、自分の中でも。自分で、まあ、ただそれがどうやって直せばいいのかっていうのは難しいんだけど、癖もついちゃってるから。そうでもなんかやっぱ直していかないと変だなって思う場所は結構ありました。大丈夫、規制上げてる人がいるんだけど、静かにしてもらっていいですか。すごいパリピーみたいな規制が。まあだから頑張んなきゃいけないなと思いましたね。猫がとも知らない人です。あれこの時間早いな、なんかね最近ね深夜1時とか2時ぐらいね、外でねギャーギャー騒ぎまくる人がいるんですよ。キーとか横いっぱい出してる人がいて、うるせえぞーって言おうか迷うんですけど、怖いんでやめてます。いや猫じゃない人なのよ。この時間珍しいな、早いな今日。
シューミーさん、中吉ありがとうございます。夜怖い、そうだよ、ダメだね。てかじゃあさ、マヌカハニーの飴買いに行けないじゃん。危ない危ない、やめとこう。ひなちゃんからメール届いた、そうでしょ。今日七草がゆ食べなきゃいけないんでしょ。結構オレンジにしてみようかな。この今日のメイクが結構気に入ってるの、アイシャドウ系が。ジッパーは未成年不可ってあるのかしら、わかんない。でも18歳とかじゃない、基本的には。そんなに見たいの若手のジッパー、ごめんねリナで。ごめんね。高一さん、中吉ありがとうございます。実家で材料足りなくて三草がい、三草がい、うち今一草もないかもしれないんだけど。今日は完璧にできたって公演ある。でも結局思い返したら、あ、なんかその振りは間違えてなくても、あ、ここちょっと変だったなとか、ちょっと早かったなとかあるから、完璧って難しいよね。で、完璧って言っちゃうとあれじゃない、なんか基準低いみたいじゃない、自分自身。ダンス私最初からできなかった、下手なのダンス。成人メンバーにアドバイスある、犬ちゃん水分あまり取らないよ。なんだろうな。焼きごじ中吉ありがとうございます。成人メンバーにアドバイス、目腫れないように早く寝なさい。だね。でもどうなんだろう、何時集合とかね。私めっちゃ早かったの、私の時集合時間が。いおりたちの時はめっちゃ遅かったらしいんだけど、お昼ぐらいだったらしいけど、私本当に朝の4時半とか5時ぐらいだったから、集合時間が早すぎて、もう寝る暇もないみたいな。でも今のこの顔で着たいんだよね、振り袖。なんか白みたいなの着てみたい、白っていうかなんかベージュっぽいやつ。なんか最近ね、アイライフっていう、くるみが好きなそのアイドルの子だ、アイライフ、多分結構知ってる人もいいんじゃないかな、名前聞いたことある人いいんじゃない、結構TikTok でも有名な、そうのアイライフっていうアイドルさんの、アイスちゃんっていう子いるんですよ。くるみのそのくるみの推しメンですね、が担当カラーが白なんですよ。その子がその振り袖なんかアイライフからの年賀状みたいなやつで着てた振り袖がめっちゃ可愛くて、ベージュっぽい感じで白みたいな、それ見て、あ、私もこの色着てみたいなってめっちゃ思いました。いいなって。私結構さ大人っぽい色選んだじゃん。でもなんかそれそれでね、ファンの子もね真似してくれる子もねいてびっくりなんだけど、ありがたいことね。なんだけど明るい色も着てみたかったなと思って、黄色とかなんか薄黄色とかベージュ系着てみたかったなと思って。多分さ、ちょっとそのさ、多分成人式の時はさ、多分結構さ顔がさ、私多分老け顔だと思うから、なんかこうねちょっと大人っぽい感じだったから大人系で言ったけど、今割とさ、その時よりどっちかというとこうなんかさ、ほわっとしたというかさ、なんかちょっと雰囲気がさ、あの時に比べたらやわくなったでしょ。だと思うから、なんかベージュ系とか白系とか着てみたいなと思います。多分私赤ってあんま似合わないんだよね、朱色とかは似合うと思う、朱色、ただ赤は似合わないんだよね。
だからなんかそういうの着てみたいなって思った。振り袖でこう絶対やめな、マジできついよ。真っ赤な、大丈夫、真っ赤なブラの衣装、私上青下緑だから赤とこう赤ベルトと靴ぐらい。着物にベレー帽にブーツで、いやそれはないかな。でもブーツ確かにいいなと思った、最近流行りだよね。帯ってめっちゃきつく、きつぎゅーって。サシさんよく赤着てね、赤着てたよね。でもサシさんの卒業コンサートの時のあの袴の赤可愛かった、めっちゃ赤に緑着たいんだけどね、あんま似合わなそうなんだよな。多分ブルベイエベがあって、多分私はイエベなの、多分サジアナさんブルベだと思うから、ブルベ夏とかでしょ多分。セカンドがイエベ春とかじゃないか、秋とかのイメージは、勝手なイメージだけど。だから生写真かなんかで一回私袴着た時に上赤下緑みたいにしました。ピンク背景の生写真で、あのハーフアップしてる気がする。やばい、足が重たい。何色が好き、水色かな、水色、白、ピンク、薄紫とか、あと薄黄色とかも好き。振り袖着たいなマジで。二十歳ってなんかいいな、二十歳って響きがいいよね。やばい、本当にちょっと足が重たすぎる。一時期生写の背景めっちゃ良かった。そうね、なんかゴテゴテでしたね。そういうのしたいけどね、くしゃみでそう。30になって見た目変わんそう。確かになんか変わんなそうではあるよね。めっちゃなんか大幅に変わるとかなさそう。だから老け顔だったから昔。昔老け顔っていうか、なんていうのかな。はあ、大人っぽいってさ。でもうちママも老け顔だったの。そうだから、ママに多分、私ママ一重だけど、多分私ももっと一重だからめっちゃ面影あると思うよ。元一重って言うとなんかね、整形みたいな、別にいいんだけど整形って言うと全然整形じゃないんだよな、ほら。いつかやってみよう、みんなに。クリナがめちゃくちゃ目の整形してきたらどんな反応するのか、ドッキリ。なおちゃんにめっちゃ似てるかって言われたらそうでもないかな。 HKT 長エツジさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。なおちゃんどうなんだろう、なおちゃんの若い頃そんなに見たことないもんな、写真。別に、いやそんなの悪いことじゃないんだよ。明日はアジアドラです。二重、今は二重なんだけど、昔一重だったのと、あとだからそれだから、たまに朝起きて目の調子悪いとこうなってる。明日はアジアドラ何のユニットでしょうか。一重で自然に二重になるの、そう、努力の二重なの。めっちゃアイプチしたりとか、松葉とかめっちゃやったらなんかなりました。でも中学の時から自分的に自分の顔は二重の方が似合うなと思って、ずっとなんか指でこうやってグッて授業中やったりとか、こうやってカッて
カッてやったりとかいろいろやってたらなんかいい感じになりました。あとそんなにまぶたが分厚くなかったってのもあるかも。バジャドラユニット制覇してみたいですか？してます一応しています。来月奈々ちゃん博多に来る、会いたいよ。いいこと早くてもでもね、なかなか機会がないけどね。 HKT 超越おじさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。なんとかしつけたら二人になるらしい。まあ人によるっちゃ人によるけどね。見てあれだよ、高熱出して寝込んでたら気づいたら二人になってたみたいな人もいるからね。このびっくりすることに。本命順序対抗ジャンヌ大穴しっぽ。みんな明日何のユニットが見たいの？ちょっと髪型何しよっかな、まあ、ユニットによるっちゃユニットによるんだけど。でも最近ねこの長さの三つ編みにハマってんだよね。で三つ編みばっかやってるからそうそう違うのやんなきゃね。いや捨て太になったけど太って一重になったある。それも言うよね、痩せたら二重になるって言うよね。尻尾が見たい。パジャドラ、パジャドラやってないよね。マジでマジでパジャドラやってないよね。やった記憶消されたんじゃないかっていうぐらいパジャドラやんないね。サイドポニー、あ無理無理、この長さは無理よ。サイド普通のポニーはまだギリセーフ。パジャドラは3回ぐらい、多分3回ぐらいだと思う本当に。部屋のガラス窓に小石が当たる音、ただ感じたから映してる夢は。セーターの髪型、確かにそうなの。セーターの髪型どうしよう、マジでどうしよう、どうがいいと思う。サイドポニーは髪の長さが足りないから横持ってて多分こんなんピヨンで終わっちゃう。多分ほら単純計算ってこういうことでしょ。ピヨンってなっちゃう。アニメの中やん。なおちゃんに少し似てる。え、なおちゃん見たことある人もしかして。突然のもはやなおちゃん、なおちゃんかママのコメントじゃない。フィッシュボーン、あーフィッシュボーンはやだ。それなら三つ編みするわ。生誕サプライズ金髪、やだよ。金髪にするメリットがないもん、私的に似合わないもん多分。ミルさんのグレーがめっちゃ綺麗だった今日。えーみたいな、綺麗ってな。自分がやっぱできないからさ、できないっていうか自分がやんないからさ、髪の毛染めたりとか人がやってるの綺麗だなってなるよね。何しようマジで生誕の髪型、めっちゃ迷うな。巻き下ろしね、うん、どうしようかな。ハーフツインとポニーはだけ、そうなんだよ。去年が高めツインだったっけ。でも私多分ツイン系よりおろし系の方が似合うんだよ。一回も染めたことない。
ね、これ可愛いよね。シンプルでね、可愛いよね、これ。今日にちゃきの髪、あー、ダメダメ、私長さが足りない、多分。玉ねぎ1個しかできない。もりもり、あ、もりもりは絶対しない。髪質も言ったら親御さん結構、いや、多分好きにしながらだと思う。ただメンテはちゃんとしなさいよって言われたと思う。向井くん、なおちゃんに染めたの。あ、おじちゃん、それアカウントそうなのよ。だからヘアビューロー欲しいんだよな。生誕祭メンバーの髪型もどうする、どうしようかな。別に聞かれたら答えるかなぐらい。みんなちょんまげとかにしようかな。私以外みんなまげ。マジどうしようって感じ、生誕の髪型。そうなんだろう、生誕の髪型決まんないとさ、公園で髪型できないんだよ。10日もパチドラあるんでしょ。私また私公園めっちゃ出るね。やった、ええやん。コピーはポイントやる。確かにポニー見てみたいな。めちゃん高級ヘアアイロン頼める人いね。誰か高級ヘアアイロン買って。5万できれば7万。というかパチドラ行きます。あ、もうその時からいるってこと？うん。二人の公開練習を見に行きます。いいな、私もそういうの行ってみたい。今日さ、プレゼントでさ、びっくりしたのがあってさ、ティファニーの袋に入ってて、ティファニー？ティファニー絶対金額アウトじゃないと思ってん。ね、そうで、ティファニー中見て、まあ袋だけかなって思って中見たら、ティファニーの箱が入ってて、ティファニーの箱みたいな。え、ティファニー、ティファニーとかもらえるって思って、で開けてみたんです。なんだろう、ネックレスとか指輪とか絶対無理じゃん。ティファニーって差出人の名前が書いてなくて、しかもでこう見たら、なんかアクセサリーケースみたいなので、なんか多分大丈夫だったんじゃないかなって。あ、ごめん、変な音した、足が擦れちゃったよ。だからアクセサリーケースみたいなのだったから、だから OK だったのかみたいな。びっくりした。ティファニー来ることなんてないじゃん、普通に考えてさ。いいじゃん、ティファニーってなるじゃん。びっくりしちゃったよね。でもなんかすごい、なんかもう思った感じ、重みがある、すごいなんか良さげなティファニーだった。ティファニーって感じ、予想外のティファニーでした。ただ誰のか本当に分かんなくて、プレゼントが手紙入ってたけど名前がなくて、差出人の誰って。日本の兄弟派遣した、ちょうだい、あれでしょ、どうでしょ、どう。ティファニーって相場いくらぐらい、15、6とかじゃない、ネックレスとか指輪で。ティファニーのメガネ買って差し上げたい。ティファニーのメガネいくらするの、高そうじゃない。手紙入ってなかったら分かんない。基本誰からか分かんない。そう、大体下の方に名前が書いてるはずなんですけど、クリスタルのなら確かギリけど。あ、そうなの。ティファニークリスタルとかあるの。
ティファニーって、ティファニーって高いよ。知らないの？ティファニー、ティファニー知らない。結婚指輪とかも売ってるようなもんだよ。フレームだけなら 4,5 万ぐらい高っ。手紙にニックネーム書いても、そうそう、書いてくれてる人は分かるんだよ。10万以下とかある？え、私もそう思ってたの。1万どころか10万以下のものあるとか思ってましたけど、あったみたいですね。今までで一番高いから、なんだろう、強制じゃない？それこそ120万ぐらいかかってるから、まあローンですけど、ローンとか言いたくないけど。博誕生会もそろそろ、確かに博誕生会ね、全然聞いてないです。何も本名書くとそのまま伝わるの？ものによっては本名をそのまま分かっちゃう。ティファニーといえばオープンハートやろ。クリスマスに毎年話題になる。高いでしょ私の矯正。あ、でも大体そんなもんなんだけどね、マウスピース矯正とかすると120万ぐらいです。やばすぎ。ローン、10年ローンなんてやばすぎ。一生払い続けなきゃいけないの。カメラを現金60万、現金60万って強いな。タワーだって2万。確かに Uber とか配達は本名じゃない。本名ダメだよって言われたから、気をつけなってみんなに言われるから、本名じゃないのにしてる。しかもなんか一応男性みたいな、なんかアニメのキャラに出てきそうな男性の名前にしてる。私は自腹ですよ、もちろん。自分がやりたくてやってるあれだから、保険とかじゃないし、ね、サイエンスとか。いや、教えません教えません。だって教えたら、もしみんながウーバー配達員とか始めたら分かっちゃうじゃん。あれみたいな、これなんか配信で言ってたな。ターコイズのオープンハート38万5000、やばすぎ。オープンハート高っ。そんな高かったんだオープンハートって。現金だと会社の買い物50万ぐらい立て替えた。現金で一括で買ったもので高かったのって言ったら、なんだろうな。あんまアイドルだから大声で言えないですけど、立つもん。一括で23万ぐらいポンって現金で払いました。持ち歩くのめっちゃ怖くて、現金超怖かった。だって5分なんか3分に1回ぐらいカバンの中ゴソゴソしてた。それぐらい怖い。20万持ち歩くて怖くね？そんなするんや。まあなんか何回とかありますけど、それ1回だけでとかじゃないですけど、もちろん。その時クレカ持ってなかったからローンができなかったんだよね。あ、いや、ローン関係ないか。ローン引き落としだもんね。いや、なんだっけ、現金一括か、なんか、ただ私が、あ、なんかその、なんかの支配方法でその迷ってていうか、何個あったんだけど、その時にどうしますかって言われて、即座に、あの、現金でって言って、だから次来る時にも現金で一括でっていう話だったから、じゃあ現金で大丈夫ですみたいな。しかもさ、その大体職業とか書かなきゃいけないじゃないですか。で、確定申告とかでさ、こう個人事業主とかだからさ、個人事業主に丸つけてるわけじゃん。
そしたらさ、その人私のことなんか若社長だと思ったのかさ、なんか若いのにご立派ですねみたいな、すごいみたいな言われて、いやいやそんなあれなんだけどなみたいな、別にそういうわけでもないんだよっていう別にそんなんか社長とかやってるわけじゃないんだよねっていう、銀行振り込みで口座間違えない、でもさあれ口座番号とか間違えてたら多分出てこないでしょ、名前が、あの振り込み先の相手の名前がちゃんと。私個人事業主の携帯良すぎるから、それ知らない人は起業家だと思うね、なんか社長だと思われてました、私すごい丁寧だった最初だから、途中でなんか違うなこいつって思ったんでしょうけど、途中で態度変わった、変わったわけじゃないんだけど、なんか最初はねなんかすごいもってはやされてた、美容系の社長って思われてた、でも何年か前だからさ、しかもそのさ、そのお金もさ、私がさこうそのなんていうの、ちょっといろいろ節約してちゃんと頑張って貯めたやつだったね。そうそうそう、貯めたやつだったから、そのするためにこうちょっと節約して、そう頑張ってこう捻出したお金だったから、金持ちって思われて気まずいって、いやそんな簡単に出したわけじゃないですよみたいな、気持ち的にはもちろんそんなポンポンって出したわけじゃないよって、節約するのは食費ぐらいしか、まあね、あと電気つけないとかだよ、なるべく。あと私の場合服買ったりするの好きだから、服を買わないと、いらんもの買わないって、姉ちゃんお金貯めるイメージないよね、その時は頑張ってたのよ。私でも今美顔器欲しい、めちゃくちゃ美顔器欲しいんですよ。でもさ、みんなにさ美顔器何がおすすめですかってこうあのインスタでさ、メンバーとかだけを親しい友達に入れてその聞いてみたんですよ。そしたらやっぱセルキュアっていうやつが圧倒的に多くて、でもセルキュア18万ぐらいするんですよ。いや無理ーとか思って、18万、高すぎて18万ちょっと無理と思って、何しようかなって迷ってます。メルカリとかでもはやこう買っちゃうかなみたいな。でも結構いいやつらしい、本当にいいやつらしいんです。田中みな実さんとかも使ってるやつらしい。ネジロネロ好き、ありがとう。でも買えるよ生誕祭まで、それ高いじゃん。そうセルキュア、でもいいらしいのよ、まあ、だからいつか買ってみたいなとか思うよね。かもほんとメルカリで中古で買うかぐらいでね、まあ、中古でも私別にいいんですけどね、基本的にコットンつけてやるやつだから、なんかねお肌のね、私美顔器でやりたいのがリフトアップとかもあるのよ。こうやってこうやってウィーンって上げてリフトアップするのもあるんだけど、リフトアップとかよりクレンジングのやつやりたくて、お肌に溜まったこう洗い落とせてない汚れとかを取り除きたくて、そう美顔器はそうリフトアップだったりクレンジングだったりこう 肌をもちもちにしてくれるやつ、なんか染み込みやすくするとか化粧水とか
ゆりちゃんがやったのはスチーマーですね。スチーマー、そう、老廃物落とすやつとかめっちゃ欲しくて、だからエステ行こうよ。まあね、でもさ、自分で家でできるっていうのが大きいじゃん。エステってやっぱさ、いちいち行かなきゃいけないのもあるしさ、毎回毎回お金払わなきゃいけないじゃん。毛穴汚れ気にしちゃう人だからさ、女性のだからあんまり関係ないよ。私多分相当拭く。どれが、わかんない、誰が持ってるかわかんない、そこまで把握してはないんだけど、足って重たすぎる、足がジンジンしてる、痛い。会社で買った学園の、いや同じ人しか使わないって、絶対同じ人ばっかり最初に使って使えなくなる人いるって。セラさんがヤーマンなんかやってたね。だからそれも検討したんだよ。セルキュアよりやっぱお手軽だから、値段的にも。でもなんかみんながセルキュア、セルキュア、セルキュア一択みたいな、セルキュアしか勝たんみたいな送ってくるからさ、やっぱじゃあセルキュアなのかな。金折半して、でもさ一緒に住んでなかったらどっち持って帰るか問題じゃない。私毎晩使いたいもん。いやまあいいですよ。いいんだやっぱ。どうしようかな、めちゃくそ眠たいね。ちょっと寝ようかな。今日本当配信もね、めちゃくちゃ眠すぎて、どうしよう、何分から始めようっていうのずっと困ってたぐらいだったの。一回寝ようか迷ったぐらい。ドクターアリーボ初めて聞いた。プリキュアみたいな、セルキュアね。生きてるんだから、明日もこれそう、確認が終わってなくて、公演の久しぶりだからさ、寝るわ。ちょっとごめんね、申し訳ねえ。ただ本当に眠たいんだ。13位すみさんありがとうございます。12位万蔵さんありがとうございます。11位しゅんみさんありがとうございます。10位まさみやさんありがとうございます。9位こういちさんありがとうございます。8位ガスさんありがとうございます。7位スプッチンさんありがとうございます。6位グッチさんありがとうございます。5位長寿さんありがとうございます。4位焼きぼちありがとうございます。3位てんてこちゃんありがとうございます。2位 HKT チュエトージさんありがとうございます。1位ピンブルさんありがとうございます。タワーを投げたっきり一個もコメントをしてないぜ。ありがとう。でもみなさんおやすみなさい。本当に疲れました。明日も元気に頑張りたいと思います。じゃあごめんね、ちょっと早めですけど寝たいと思います。おやすみなさい。また明日ね。明日って何時かやん。5時。明日祝日もしかして。どうだ、もしかして5時。明日祝日か。じゃあ5時間やか。 OK ありがとう。